Hi, this is Wuchi. Please send go Kubasara for Sumeraki, Mokami Yoshiaki, Drama Root. Let's go. Ushu no Kisune. Genmai cha de hige o totonoete to. Dewa ikou ka?おいちに、おいちに、はい。このき。おう、ドクガンレウ。マッサモネコ。Oh, my money. That's not money. What's that? Oh no, no rules in this day. Nobunaga Go, Kitsune to Aomoi no Hoka, Giri Gataki Mono Datta Yo desu. Masamune-kun.欧州には信長公の手土産になってもらうよ。丹大様のやる気、そのひげがごとくピンピン伝わってきます。まさか卑怯な策なしに正々堂々伊達軍に挑むとは。策、我が輩としたことが忘れてたよ。まだ間に合うかね。実は伊達軍好みの賄賂を用意しておいたのだよ。あ、攻めてきます。待ってよコーン、これはいいものだよ。我が輩に続きたまえ。覚悟しな、ジェントルメン。将軍なんぞに欧州は渡しゃしねえ。よく来たな、ゴスピー。Let's go. 勘違いしないでくれたまえ。将軍じゃないよ。信長公への手土産だよ。Don't fail. Don't fail. もがび。はい。将軍の次は魔王のおっさんか。腰が軽いにも程があるぜ。Don't fail. でもいいたまえ。これもご恩返しなのだよ。アンダー、 What the hell? なぜそこまで魔王のおっさんに入れ込むんだ。信長公は弱小紳士だった我が輩に居場所をくださったのだよ。よって狐は恩を返す。実に簡単なお話だよ。優雅相手でも躊躇なしか。上等。このぶっこみもいつも通りの命がけよ。あとは任せたぜ。マグナムブーツ。おお、我が輩は信長公に示したいのだよ。斧が手で領土を広げられるまでになった今の我が輩をね。甘えた理由だが、あんたにしてはマシな方か。 OK、 この地に宿る竜王として相手をしてやるぜ。わしは許さねえぞ、小十郎。小十郎、九郎様が言ってた。引け、竜の軍団をなめんじゃねえぜ。たった一つに弾をかけんのが男ってもんよ、だろ。わしも若い頃のようにはしゃぎ回ってみるかの。この刃、実はとーっても重いのだよ。迷い子は通してやりな。
それ以外なら追い払え。Now. What? Okay. Oh, I need healing. 竜の巣に踏み込むなら。すさぶ俺を醜いと思いてえなら思えばいい。だが、俺に恥じるところはねえ。いや。気をつけろ小次郎、味方によっちゃどうやら今までで一番マシなジェントルマンだ。はっ、肝に銘じるといたしましょう。道を開けたまえ片栗くん、今日の我が輩は一味違うよ。ああ、そのつもりで相手してやる。渾身で来い。ところで前々から思っていたのだが、そのビシッと後ろに流した髪型、気候は紳士が似合うね。俺を引き抜こうってんなら試すだけ時間の無駄だぞ。てめえごときが本気で魔王に受け入れられるとでも。このヒゲを伸ばすよう言ってくれたのも信長公なのだよ。貧相な狐顔、ヒゲがなければ見られねえと言われたか。そうかもしれないが、そんなことあるわけないよ。待ちたまえ片栗くん、紳士の決闘一頭ごとにお茶の時間だよ。ち、政宗様がせっかく見直しかけたってのにな。いいかお前ら、こいつの分まで前を向け。肝に銘じやす。政宗様、すいません、きっと土下座させてください。とんだ面倒だが仕方ねえ。今のてめえならな。引いてやれ。だがてめえの顔はきっちり覚え。今あんたの瞳には何が映っている？何も見えてねえってんなら、カム竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。政宗君がいつにも増して凄まじい勢い。今のあんたが相手なら少しは本気になっていいかもな。政宗君、我が輩はね、この北の地が好きなのだよ。わし、ま、そいつは俺も同感だが、俺とあんた唯一の共通点ってとこか。いいさ、卑怯な策でも何でもいい、あんたの一番強いとこを見せてみな。なんと政宗君ながらあっぱれな紳士ぶり。我が輩も正々堂々策を見せるしかないようだね。ところで政宗君、少し動きが鈍ったじゃないのかね。確かにこの締め付けられる感覚、ジェントルメン、兵糧に毒でも盛り上がったか。毒だなんて非紳士的なことはしないとも。さっき政宗君の着物を小さいものにすり替えたのだよ。一時でもあんたを見直しかけた俺がバカだったぜ。さぞかしピチピチに窮屈で動きにくいだろう。ピチ、今日はやめだ。一旦引くぜ小次郎。はあ、素敵な紳士は大人気。我が輩の決断が乱世を動かすといっても過言ではないね。おいっちに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 。I need roulette. There is no roulette again.
Yo, let's go. Oh, 統一。果たしてみればあっけないものだね。信長公、今こそこの出羽の神が馳せ参じましょう。将軍に組みした者が今さら恭順ですか。貴公は確か信長公の臣下金田一君ではないか。将軍参加なんてきっぱり抜けてきたよ。我が輩はやはり信長公にこそお仕えしたいのだ。実に煩わしい。帝も間近に迫ったこの時に。え、将軍様が近くに、どこにいるのかな。あなたは所詮信長公の足を引くばかりの男。そんなことは全くないとも。よし、ならば我が輩の力試してくれてもいいとも。我が輩に続きたまえ。敵は安土にあり。あなたにも帝に信長公を私はしません。貴公は我が輩を試しているのだね。ならば何としてもこの試験に合格し、信長公の狐となってみせるよ。明智。我が輩緊張で喉乾きまくりだよ。お茶を失礼。しかし貴公、おう、お茶が効かない。 It's well timing。 無本ですって。まさかあなたに見抜かれるとは。これは思ったより抜け目のない狐のようですね。あれ、金田一君、どうしたのかな。ずいぶんとこが怖い顔してるね。あなたが信長公を救った忠臣になろうなど、笑わせてくれますね。急に紳士っぽくないよ。どうしたのかな。私の心中を暴いた罰、狐らしくその皮を剥ぎ取らせていただきましょう。狐ごとき。金田一君、これは我が輩合格。合格でいいのかな。さあ、キングルーム。いや、ファイナルステイ、アーリーステイ。寿命が縮まったよ。お茶を。試験合格。我が輩も立派な織田家臣下だよ。ただ丹大様、ついに信長公と将軍様が戦を、天下分け目の戦だね。しかし我が輩は正しかったのかね。結果次第では身の振り方を。おお、この後に及んでもブレない丹大様らしさ。いや、ブレているとも言えなくも。その感動の涙、戦の後のお茶時間にとっておきたまえ。いざ信長公のもとへ。ここコーン、我が輩に続きたまえ。この国の強き息吹が二つ、いや、三つ吹き込んだか。さあ、たぎれ魔王よ、覇王よ、今は名もなき絆の王よ。紳士は遅れて登場する。あれに見えるは出羽の神か。驚いたな。まさかその方に下っていようと。
信長公、どうかこの狐目を末席にお加えください。座教程度にはしてみせい。ははー、皆の者、我らが魔王様を信じよう。今なすべきは猿の軍勢を打ち払うことよ。世に暮れ時期をもたらすわ。よこの戦の勝者が天下に王手をかける。それは誰にも譲れない。力なき者の参戦など恐れるに足らず。とんでもないところに参上してしまったようだね。これはもしやよりどりみどり下り放題。集いし者らのすべて小物よ、あざけり一つもわきもせぬ。空室の会にはこと書かぬわ。この光景を見るたびに思うよ、やはり戦など必要ない。世は本陣にてまとう。さあ来い友よ。Let's go, let's go。 情などいらぬ、愛などいらぬ。足利の統治は誤っていた。正しき知性は豊臣にあり。豊臣夢吉君は大男と聞く。頑張れ我が輩、見事倒せば大手柄だよ。弱兵はいらぬ、我が軍より去れ。信長公、こうして貴公のお力となれる日を待ち望んでおりました。狐の恩返しなるか。よかろう、それでこそ魔王の怖いぞ。よし、盛況な兵をかけらも持たぬ弱き国と耳にするが。夢吉君、我が輩の国をバカにしてほしくないね。お茶もおいしい、紳士もたくさん。これほど素晴らしい国は他にないのだよ。それが日の本を守るにいかほどの役に立つ。問うだけ無駄というものか。幾ばくかの疲労は与えた。拙者はここまで。信長公、秀吉殿、そしてまだ見ぬ才の帝、あなた方は紛れもなくこの日の本の英雄だった。豊臣が将の意地、我に見せてみよう。かしこまり候。いかに転べど、たかが前座よ。総力を持って世に当たらなんだ。その豪華にしめ。いかろう。よく言う。さあ、道を開けたまえ。我が輩に近づくと呪われてしまうよ。不安と差はあるならば、我らこそが無数の指よ。拳を天に掲げよ、我が豊臣に勝利あれ。愚かな王がもたらす布告、そして強兵、我が正すはそれのみよ。え、所詮は猿よ、偽りの王よ。よきかな。覇者であるゆえに覇王なり。おめでとう。帝、何するものぞ。あえて言うが、もう一段上の猛者を置くべきではないかな。粛清の手間も省けたわ。さて魔の友よ、ここで油を打って。秀吉、過去であろうと未来であろうと、我が拳で掴み砕けぬものなどなし。天地を使い、我が力に屈せよ。
これは我が輩としたことが必死にしてきた態度で怒らせてしまったかね。貴様ごときにそのような感情生まれるはずもない。あるとすれば弱気を恥じず国を持つその態度にか。夢吉君をも怒らせる我が輩、大物紳士は辛いね。まだほざくか、キツネ面が。破れ倒れ。いらぬ炎を吹き消すことこそ我が宿命。焦土ならざる日の元に大樹を打ち立ててみせようぞ。あ、朽ち果てるがいい、跡形もなく。Stop. Oh, he's damn it. Oh, we have backup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 . I never died before, man, in this game. This is the first time of my life. ここで無駄な力を振るうわけにはいかぬか。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあわしと結ぼう、たゆまぬ絆を。家康君、貴公も信長公とは浅からぬ縁、ここは一つ穏便に対話を試みる姿勢感謝する。理想的な絆の結び方だ。家康君、貴公ならきっと分かってくれると。だがことここに至ってはもう遅いんだ。こう聞く耳持ってよ家康君。そう、お前と信長公の絆、それをわしに感じさせてくれ。絆なら信長公から賜ったこの兜を見たまえよ。ご恩を感じるたびに月吹きでピカピカだよ。そうか、それも一つの絆の形か。そうだ、家康君との絆の証にお茶の香りも香ばしい、この腹巻きを贈呈するよ。心配無用、この戦いに腹の底から気が満ちている。いいピンクラッチ。よし、ひとまずこの場は収めよう。お前の絆にまみえるまでこの拳にさらなる火花を。もう結構。是非もなし。世の城をむしばむ小虫どもが踏みつぶしてくれるのは、世に従った慶願に免じ前座の場をくれてやろう。人海の王を見事打ち果たしてみせよう。将軍様に勝てと、我が輩そんな大それたことは。狐ですら駆けつけたというに光秀め、どこで油を売っておるか。そろそろ訪れる頃かと。して光秀は、我が輩一刻も早く帝の討伐に向かいたいなと。そんなことよりこの兜、忘れぬ思い出の品で。たかが狐に賛美を与えたまでのことぞ。して光秀は、根性こそおぼろと知らず夢見し者の愚かしき。
そうだな。そうですね。ジェジェ。シティ。行ってまいります。コーン。格の違いなど今さらじゃないか。頑張れ紳士、負けるな我が輩。将軍。世が望むは人々がたぎろう熱き時代、全てのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。将軍様、信長公の命によりお命頂戴。恩義のためにか。正直驚かされたぞ、狐よ。あの裏切った我が輩を責めはしないので。なん、反逆、無謀。それがいい。何かのために魂を燃やす、まさにその方は理想的だ。敵味方に分かれたとはいえ、なんとも懐広きお方。いや、それでも我が輩の主は信長公ただ一人。こうなったら宇宙の狐、一世一代の大博打だよ。よい、賭けよ。あなな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 、我が輩としたことがいつの間にか後に引けない賭けに、賄賂、小細工、逃げ道、今からでも遅くないかね。おお、イカ様がその方の本領か。それを暴くのが世というわけだな。なんだいなんだい。考え仕掛け、欺け、狐の友よ。丹大様のヒゲの勇姿、忘れませんぜ。お願いします。せっか愛着。最後の時まで熱く回路へ。力こそがこの国の救いよ。信長公はこの狐めが命を懸けて。もう紳士は絶対に負けない。天下とは全てを焼き尽くし制するのみ。お茶を救うのは優しき絆だ。お茶、熱きほてりを求めよ。お茶のぶなが、これぞ天下をかける大神士。我が輩まさしく日の元の夜明けの一生に。我が輩最高。あ、お、いた、おじゃ。ナイス、ナイスジョーク、マン、ナイスジョーク。Oh. Okay, I think that's it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe me for more video, and you can support my Patreon. Thank you. See ya.